キム・エリック・ドレクスラー2013年撮影キム・エリック・ドレクスラーはアメリカ合衆国の工学者であり1970年代から1980年代にかけて分子ナノテクノロジーの可能性を知らしめたことでよく知られている1991年マサチューセッツ工科大学で博士号を取得した論文はナンシストムズモレキュラーマシーナリー マニファクチャリングコンピューテーションとして出版され、アソシエーション・オブ・アメリカンパブリッシャーズ・アードのベスト、コンピューター・サイエンス・ブック・オブ・ o k 九 f 1992を受賞した、オークランド生まれ。ドレクスラーは1970年代初期の成長の限界という考え方に強く影響を受けた。マサチューセッツ工科大学に入学した、彼は地球外の資源について研究している人を探し始めた。 そして見つけたのが、プリンストン大学のジェラルド・オニールである。オニールは加速器の研究で有名な物理学者であり、同時に宇宙移民の概念の提唱者でもあった。ドレクシラーは1975年と1976年、NASA の夏季研究に参加した。オニールのマスドライバーのプロトタイプ開発に、夏の間協力すると同時に、プリンストンでの宇宙開発に関する会議で3回に、 わたって論文発表を行った。1977年と1979年の論文はキース・ヘンソンとの共同執筆であり、どちらも関連特許を取得した。ドレクシラーは1975年と1976年に行われた NASA の火器研究に参加した。彼は数十ナノメートルの厚さの金属フィルムを作り、 高性能な対応母の可能性を実証した。彼はエルゴ協会の会員としても熱心で1980年の月協定秘決に協力した。1970年代後半、彼は分子ナのテクノロジーという新たな分野を開拓し始めた。1979年、ドレクスラーはリチャード・ P ・ファインマンが1959年に行った刺激的な講演の内容に接した。 ナノテクノロジーという用語は当時、東京理科大学教授だった谷口のりおが1974年に作ったもので、ナノメートル単位の精密な材料製造を指していた。ドレクスラーは、由来を知らずにこの用語を1986年の著書エンジンズ・オブ・クリエーション、ザ・カミング・エラオブ・ナノテクノロジーで使用し、後に分子ナノテクノロジーという用語が生まれた。 同書で、ドレクスラーは、ナノメートル規模の、アセンブラというアイデアを提案している。これは、自己複製可能で、それ以外のものも組み立てる能力を持つ微細なオブジェクトである。また、自己複製可能な分子ナノテクノロジーが制御下から逸脱した場合に発生する、可能性のある事態を指すことはグレーグーは、ドレクスラーの作った用語である。ドレクスラーは MIT で、 学際科学で学士号、航空宇宙工学で修士号、MIT メディアラボで分子ナノテクノロジーの博士号を取得した。修士論文の題名は、デザインオブ、A high performance ソーラーセールシステムである。分子ナノテクノロジーの博士号取得者はドレクスラーが世界初であり、その論文モレキュラー、マシーナリーマニファクチャリングウィズアプリケーションズ2。 コンピューテーションは、後に本として出版され、前述した通り賞を受賞している。ドレクスラーは、当時の妻であるクリスティーン・ピーターソンと共に1986年、ナノテクノロジーのためのフォーサイトインスティチュートを設立した。なお、ドレクスラーは2002年にクリスティーン・ピーターソンと離婚している。また、2007年現在、ドレクスラーは、 フォーサイトインスティチュートとは関係していない。2005年8月、ドレクスラーは分子工学関係のソフトウェア企業ナンレックスのチーフテクニカルアドバイザーに就任した。ナンレックスのナンジニア -1 というソフトウェアは仮説的な作動歯車の設計を簡単にできるとされている。2006年、ドレクスラーはローザワンと結婚した。 ドレクスラーのナノテクノロジーに関する研究については、ノーベル賞学者であるリチャード・スモーリーが2001年のサイエンティフィック・アメリカン誌の記事で単純すぎると批判した。スモーリーは太い指では分子ナノテクノロジーは不可能であるとも指摘していた。彼は後にナノマシンはドレクスラーのアセンブラよりも化学構想に似た形態になる必要があり、 水の中だけで機能するようになる必要があると主張した。ドレクスラーはこれらの批判がストローマン的主張であると考えていた。ドレクスラーはスモーリーに反論する機会がなかなか持てなかったが2003年12月、ケミカルエンジニアリングニュースで公開討論が実現した。分子ナノテクノロジーの障害の一つとして分子、原子サイズのマシンを作る。 効率的な方法がないことが挙げられる。ドレクスラーの初期のアイデアはアセンブラであり、プログラム可能なコンピュータと腕を備え、自己複製可能なナノマシンであった。アセンブラを作ることができれば、自分自身で複製を作ることができ、ナノマシンの大量生産が可能となる。しかし、最初のアセンブラをどうやって作るかという問題は、依然として残っている。 また、分子ナノテクノロジーの第二の問題は設計である。原子レベルの歯車やベアリングを人間が設計することは苦行に近い。ドレクスラーやマーケルらは単純な部品をいくつか設計したが、自動車レベルの複雑さを持った分子、原子レベルの設計が行われたことはない。分子ナノテクノロジーの第三の問題は成功と失敗の見分け方と失敗した。 原因の解明方法である。無作為的な変化と一定の増殖によってずっと続いてきた生物進化とは異なり、ナノサイズの機構の熟慮された設計製造では複製と死滅以外に成功と失敗を選別する方法が必要とされる。そのような手段は今のところ存在しない。したがって最新の報告である ナショナルナノテクノロジーイニシアティブがナショナルアッカダムスプレスにより2006年12月に出版されたがそれを見ても分子ナノテクノロジーは実現に向けてはほとんど何も進んでいない。同書の108ページにある結論には次のようにある。フォーサイトインスティチュートのテクノロジーロデマップフォープロダクティブナンシストムズの方がやや楽観的である。ドレクスラーの名は SF 小説 ダイヤモンドエイジに登場する。同社内のナノテクノロジーが一般化した未来社会でドレクスラーは英雄となっている。ありがとうございます。